この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。ネブカドネツァルの治世の第2年にネブカドネツァルは夢を見、そのために心に思い悩んで眠ることができなかった。そこで王は命じて、王のためにその夢を解かせようと、博士、法術師、魔術師、カルデア人を召させたので、彼らは来て王の前に立った。王は彼らに向かって、私は夢を見たが、その夢を知ろうと心に思い悩んでいる、と言ったので、カルデア人らはアラム語で王に言った。王よ、とこしえに生きながらえますように、どうぞしもべらにその夢をお話しください。私たちはその解き明かしを申し上げましょう。王は答えてカルデア人に言った。私の言うことは必ず行う。あなた方がもしその夢とその解き明かしを私に示さないならば、あなた方の身は切り裂かれ、あなた方の家は滅ぼされる。しかしその夢と解き明かしとを示すならば、贈り物と報酬と大いなる栄誉とを私から受け取るだろう。それゆえその夢とその解き明かしとを私に示しなさい。彼らは再び答えて言った。王よ、しもべらにその夢をお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしを示しましょう。王は答えて言った。あなた方は私が言ったことは必ず行うことを承知しているので、時を延ばそうとしているのを私は確かに知っている。もしその夢を私に示さないならば、あなた方の受ける処罰はただ一つあるのみだ。あなた方は一致して偽りと欺きの言葉を私の前に述べて、時の変わるのを待とうとしているのだ。まずその夢を私に示しなさい。そうすれば私はあなた方のその解き明かしをも示し得ることを知るだろう。カルデア人らは王の前に答えて言った。世の中には王のその要求に応じる者は一人もありません。どんな大いなる力ある王でも、このようなことを博士、法術師、カルデア人に尋ねた者はありませんでした。王の尋ねられることは難しいことであって、肉なる者と共におられない神々を除いては、王の前にこれを示し得る者はいないでしょう。これによって王は怒り、かつ大いに憤り、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、使者らは殺されることになった。またダニエルとその同僚をも殺そうと求めた。そして王の自衛の長アリオクがバビロンの使者らを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と知恵を持ってこれに応答した。すなわち王の高官アリオクに、
どうして王はそんなに厳しい命令を出されたのですか？と言った。アリオクがそのことをダニエルに告げられると、ダニエルは王のところへ入っていった。その解き明かしを示すためにしばらくの時を与えられるよう王に願った。それからダニエルは家に帰り、同僚のハナニア、ミシャエルおよびアザリアにこのことを告げ、知らせ、共にこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚とが他のバビロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。ついに夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルは言った。神の御名は永遠より永遠に至るまで褒むべきかな。知恵と権能とは神のものである。神は時と季節とを変じ、王を廃し王を立て、知者に知恵を与え、賢者に知識を授けられる。神は神妙、秘密のことを表し、暗黒にあるものを知り、光をご自身のうちに宿す。我が先祖たちの神よ、あなたは私に知恵と力とを賜い、今我々があなたに恋求めたところのものを私に示し、王の求めたことを我々に示されたので、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。そこでダニエルは王がバビロンの知者たちを滅ぼすことを命じておいたアリオクのもとへ行って、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私はその解き明かしを王に示します。アリオクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダから捕らえ移した者の中に、その解き明かしを王にお知らせすることのできる一人の人を見つけました。王は答えて、ベルテシャザルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしとを私に知らせることができるのか。ダニエルは王に答えて言った。王が求められる秘密は、知者、法術師、博士、占い師など、これを王に示すことはできません。しかし秘密を表す一人の神が天におられます。彼は後の日に起こるべきことをメブカドネツル王に知らされたのです。あなたの夢とあなたが床にあって見た脳中の幻はこれです。王よ、あなたが床におられた時、このあとどんなことがあろうかと思い回されたが、秘密を表される方が将来どんなことが起こるかをあなたに知らされたのです。この秘密を私に表されたのは、すべての生けるものに勝って私に知恵があるためではなく、ただその解き明かしを王にお知らせすることによって、あなたが心に思われたことを
お知りになるためです。王よ、あなたは一つの大いなる像があなたの前に立っているのを見られました。その像は大きく非常に光り輝いて恐ろしい外見を持っていました。その像の頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足の一部は鉄、一部は粘土です。あなたが見ておられた時、一つの石が人手によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。こうして鉄と粘土と青銅と銀と金とは皆共に砕けて、夏の内場のもみ殻のようになり、風に吹き払われて跡形もなくなりました。ところがその像を打った石は大きな山となって全地に満ちました。これがその夢です。今私たちはその解き明かしを王の前に申し上げましょう。王よ、あなたは小王の王であって、天の神はあなたに国と力と勢いと栄えと賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥はどこにいるものでも、皆これをあなたの手に与えて、ことごとく納めさせられました。あなたは、あの金の頭です。あなたの後に、あなたに劣る一つの国が起こります。また第三に、青銅の国が起こって全世界を治めるようになります。第四の国は鉄のように強いでしょう。鉄はよくすべてのものを壊し砕くからです。鉄がこれらをことごとく打ち砕くように、その国は壊し砕くでしょう。あなたはその足と足の指を見られましたが、その一部は陶器師の粘土、一部は鉄であったので、それは分裂した国を指します。しかしあなたが鉄と粘土との混じったのを見られたように、その国には鉄の強さがあるでしょう。その足の指の一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。あなたが鉄と粘土との混じったのを見られたように、それは婚姻によって互いに混ざるでしょう。しかし鉄と粘土とは相混じらないように、彼とこれと総合することはありません。それらの王たちのように、天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他の民に渡されず、かえってこれらのもろもろの国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と
銀と金と打ち砕いたのを、あなたが見られたのはこのことです。大いなる神がこの後に起こるべきことを王に知らせたのです。その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。そこでネブカドネザル王はひれ伏して、ダニエルを拝し、供え物と勲功とを彼に捧げることを命じた。そして王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたのを見ると、まことにあなた方の神は神々の神、王たちの主であって、秘密を表される方だ。こうして王はダニエルに高い位を授け、多くの大いなる贈り物を与えて、彼をバビロン全州の総督とし、またバビロンの知者たちを統括する者の長とした。王はダニエルの願いによって、シャデラクとメシャクとアベデネゴを任命して、バビロン州の事務を司らせた。ただしダニエルは王の宮にとどまっていた。